はい、どうも、白駒先生です。今日はですね、貯金60万円だった僕がですね、30万円を払って仕事を辞めた結果ですね、気づけたものは一体何なのかってことについて僕なりに話していきたいと思います。これどういうことかというとですね、最近ですね、結構、最近というか結構前かな、くらいからですね、仕事を辞めたいって人っていっぱいいますよね。仕事を辞めたい、上司と会わないとかね、もうなんだったら会社に行こうとするとなんか気分が悪くなってしまうと、電車に乗っていたら吐き気がすると、でもそれでも仕事に行くしかないみたいなね、で、結構ですね、そういった、自己啓発本的な本とかね、ああいうのも全部そうですけど、なんかこう仕事を辞めたいと思ったらこうだとかね、こうするべきだみたいなね、こう仕事を辞めるっていうワードに対してのですね、そのお話だったりとかそういう文って本当多いですよね。だからやっぱああいうの見ると、世の中の社会人の人たち、社会人になっても仕事をしてる人たちっていうのは、どっかしらね、ああもうダメだ、こんなとこじゃもう無理だって思いながらも、でもやるしかないと思ってるっていうことがよくわかりますよね。でも辞めたい。だからこそそういう本を見て勇気をもらったり、力をもらったりするってことなんでしょうね。でですね、じゃあ僕もですね、そういうふうに考えたときに、昔ですね、同じようなことというか、僕の場合はですね、30万払ってますからね、ちょっとさらにですね、なかなか悲惨なパターンであると思うんですけど、そういったことが僕の中にも当時あったんですよ。今ではないですよ。昔の話ですよ、これ。だいたい20代前半の話です。ちょっと前の話なんですけどね。あったわけなんですよ。なのでですね、今回はですね、その結果気づけたことがあったんですよ、僕は。それをした結果。で、その結果ですね、僕の人生の中で変わったことがあったんですね。それをですね、ちょっと今回はお話していきたいと思います。まずですね、詳細をね、ちょっと一気に話していきますね。当時僕はですね、20代前半の頃、今の僕はですね、塾講師として働く傍らですね、家庭教師の仕事をですね、副業でやってたりします。ただですね、当時の僕っていうのはですね、家庭教師一本でちょっと飯を食ってた時代があったんですね。ちょっと短い時間なんですけど、学生にもでもない、そして社会人でもないみたいなね。でですね、僕はそういう風に家庭教師として飯を食ってたんですよ。ただですね、そこで、とあるですね、オタクを見ることになったわけですよ。で、そのとあるオタクがですね、言ってみたらものすごいクレーマー気質な親がいる家だったんですね。でですね、本当ね、ここで話すといろいろ長くなっちゃうんで、そのクレームのことに対してはですね、あまり話しませんけども、もう本当辛くてですね、辛くてしょうがなくて、当時僕はですね、一人暮らしもしてたんで、やっぱ食っていかないといけないわけですよ。だからですね、いろいろと生徒を見てたんですけど、その子の家にですね、当日になると、朝からちょっと胸焼けがするくらい気分が悪かったんですよ。言ってみたらですね、親御さんがですね、なんていうのかな、もうめちゃくちゃ怒鳴ってくるくらいの、お前のせいでうちの子供の人生をどうしてくれるつもりなんだ、お前は訴えてやるぞみたいな感じで、ブワーって言うみたいなね。ほんとめちゃくちゃですよね、普通に考えたら。じゃあ、そんなめちゃくちゃ言うとこだったら、やめりゃいいじゃんって思うじゃん。まず第一にね、皆さんどうぞそうですよね。ただですね、そこ僕ね、やめれなかったんですよ。では何かというとですね、まず第一の理由として、やっぱりやめるって言い出しにくいってわけですよね。これ会社でですね、やめたくないっていう人もまさにそうだと思うんですけど、例えば嫌味な上司だったり、すごく、きつい上司だったりとか、そういう職場の人間関係とかで悩んでる場合って、やめるってその人に言わないといけないって結構きついですよね。それを言うことによって、また何か言われるんじゃないか、されるんじゃないか、その時自分の心はどうなってしまうんだろうという恐怖感がありますよね。僕の場合もまさにそうで、言ってみたら、そういった、家庭教師っていうのは当たり前ですけど、辞めるって言った後に、基本的には何週間か次の先生が見つかるまでですね、行かないといけなかったりするんですよね。その辺は普通のバイトもそうか、基本そうか、バイトとかもね。ただやっぱりですね、そのめちゃくちゃ U タイプの家ですから、そこにですね、別に何かしらの進学だったりとか、就職とかそういうタイミングでもないのにですね、辞めるってことを言い出すとですね、その行った後に何週間か行かないといけないわけですよ。で、その時にですね、そのバーっていうタイプのですね、とんでもないクレーマー一家ですから、自分の心がそれに持つのか辛い、それを言いたくないっていうのがあったんですね。で、二つ目にですね、僕はなぜなかなか辞めれなかったかというと、その家はですね、もともと某家庭教師会社から紹介された家なんですね。で、家庭教師会社から紹介されて、その家庭教師会社の、正規のお金でやってたわけですよ。つまり、ご自宅が家庭教師会社のお金を払って、その会社がマージンを抜いて、僕のところに給料が入ってくるっていうシステムでやってたものなんですね。ただですね、何ヶ月かやった後に、僕はですね、その家庭、その相手の家から誘われてですね、これは本当やっちゃいけないことなんですけど、誘われてですね、個別契約しませんかって言われたんですね。つまり、その個別契約することによって、家からすると、その会社に支払うお金が少なくなってラッキー。で、僕も会社からもらえるお金より多くなってラッキーっていうんですね。双方が得をするためにですね、言ってみたら、その個別で契約をしたわけですよ。で、ちなみに契約って言ってもあれですよ、何か書いたわけではありません。あくまで、じゃあ、一回これくらいの金額でこうしましょうよ、みたいな話になって進めたわけですね。要は、会社を間から抜いてしまう
まったわけですよ。はい。で、ちなみにこれってですね、これ会社によってはですね、まあ、ペナルティとかが発生するわけですよ。うん。要は、その生徒さんを見るときにですね、なんか書かされるわけですね、いろいろ。で、そういうところによくあるのが、要は個別契約とかしたらですね、損害賠償金を請求しますよとか、まあ、そういうちょっと怖い文が書いてあったりするわけですよね、それを防ぐために。うん。で、そういうのもあったんですけど、僕の場合、先ほども言ったように、ね、そういっためちゃくちゃなタイプの家ですから、じゃあそれがですね、まあ、辞めたいってなったときに、その会社の方にですね、言う可能性が相当高かったんですよ。うん。そんなことわざわざ言うかよって思うかもしれませんけど、いや、完全に言うタイプの家だったんですよ、それは。うん。まあ、まあ、そんな理由からですね、僕は言い出しづらい。ね、精神的な言いづらしさと、そして、まあ、金銭的な、もしバレてしまったらですね、お金をがっつり何か、その会社なりどっかに払わないといけなくなってしまうかもしれないというですね、まあ、その辛さだったりとか、まあ、そういったですね、二つに縛られてですね、僕は本当に辞めることができなかったんですね。うん。で、辞めることはできないんだけども、やっぱり心としては行きたくない。でも行かないといけないっていうことで、本当に辛かったんですよ、当時。本当にその日。うん。大事だったかな、確か毎週月曜日だったかな、に行ってたんですけど、本当に日曜日の夜くらいが辛くなっちゃうんですよね。うん。ねえ、本当ね、でも会社行きたくない人って本当そういう気持ちなんでしょうね。仕事辞めたい人っていうのは。うん。いい大人がとか思われるかもしれませんけど、本当そうなんですよ。はい。まあ僕の場合はね、毎日行ってるタイプ、まあ会社じゃなくて毎日行ってる感じだって週1回だけって考えればね、まだ良かったかもしれませんけど、それでもやっぱ辛かったんですよね。うん。でですね、そんな中ですよ、ここからが話が変わって動き出すんですけど、僕はですね、もう思い切ってですね、もうある日思い切って、よし、もう言おうと思って、全てを言おうと思って、全部をさらけ出そうと思ったんですね。うん。で、まずどうしたかというとですね、僕は、その会社の方にまず連絡を取ったんですよ。というなんでかっていうと、辞めたって言ったことを、いや、まあ、その結局家の方からですね、個別契約のことをですね、会社の方にチクられる可能性が高かったんで、だったらもう最初から言っちまえと思ったんですよ。うん。ね。で、会社の方にすべて話したんですね。実はこうこうこうで、こういう風になってますと。で、すべて、本当にすべての経緯を話したら、こうします、こうこうこうでこうですと。ね。本当にすいませんでしたと。うん。ね。何か、賠償金だったりとかそういうのが発生するんだったら、それはお支払いしますと、ね、僕もそこは悪いですと、ね、っていうことを全部ぶちまけたわけですよ。うん。で、その上で、そのですね、まあ、ご自宅の方にですね、まあ、メールをしてですね、まあ、すいませんが、こういう理由でお辞めさせてもらいますと、まあ、それは一身上の都合とかね、よくわからない理由ですよ。してですね、まあ、着信拒否するじゃないですけど、そういうことをしたわけですよ。はい。そしたらその結果何が起きたかっていうと、僕はまずその仕事から解放されてたわけですよ。解放ね。うん。で、プラスアルファとして、まあ、20代前半の僕はですね、これ話の一番最初に言いましたけど、貯金が約60万円くらいあったんですね。うん。まあ、20代前半で考えると、まあ、そんなもんなんですかね、よくわかんないですけど、まあ、そんくらいあったんですよ。で、いろいろですね、その会社と話し合った結果、まあ、30万円をですね、会社に納めないといけなくなったんですね。はい。で、ちなみにこの30万円っていうのは、その会社をですね、辞めてから、会社の契約を終えてから、その、個人契約になってから発生したお金、ね、辞めるっていうまでに、僕がその、ご自宅の方からもらったお金が30万円だったんですよ。うん。で、それを払うことになったんですね。うん。まあ言ってみたら、なんていうのこれ、違約金というか、うん、なんていうのかな、和解金というかよくわかりませんけど、まあとにかくそれを払うことで落ち着いたわけですね。うん。そしたら別に向こうも、まあ何かしらの請求、まあ要は損害賠償請求、要は民事で提訴としたりとか、そういうことはしませんと。じゃあそれで、まあ手打ちにしましょうってなったわけですね。うん。で、結果としてですよ。結果として、ゴールとして僕は30万円を失って、さらにその家を抜け出せられたわけですよ。うん。で、普通に考えるとですね、どうですか皆さん、60万円貯金あるうちの30万円払って、それやめるって、なんかお前損してねえかとかね、リスクの方がでかくねえかとか思うかもしれません。ただ僕はですね、終わった瞬間、この心のですね、解放具合が半端なかったわけですよ。うわーって思って、終わった、もう行かなくていいんだみたいなね、あの地獄の苦しみが終わったんだって思った時に、30万円失うことが全くもってですね、価値がないことだって思えなかったですよ、わけですよ。むしろ30万円でいくらでも持ってけよって思ったんですね。はい。つまり僕は何が言いたいか、何を得れたかっていうとですね、お金なんかに代えがたい、まあ要は心、要は体や心の平穏っていうのはですね、お金なんかには買い難いものだってことに気づくことができたんですね。うん。ね、お金なんてそんなもんすぐね、そのうち頑張って働けば30万円くらいいくらでも貯めれますよ。ね、ちょっと頑張って節約とかしてね、キツキツに詰めれば30万円くらい数ヶ月で貯めれますよ。うん。ね、だとしたらね、そんなね、たった30万円大したことないと、この心の平穏、心のこの安らぎに比べたら大したことないと思ったんですよ。はい。だからこそですね、皆さんもですね、仕事とかやってる方って、やっぱりお金の問題とかで辞めれない方っていると思うんですよ。絶対にね。
ね。例えばですけど、1億円あなたが持ってたらその仕事すぐ辞めるじゃないですか。うん。じゃあなんで辞めないのって言って、やっぱお金の問題とか再就職、それでもお金がどうなるのか、給料がまた下がるのか上がるのかとか、そういういろいろありますよね。だからやっぱり踏み出せなかったりすると思うんですけど、だからこそ僕は皆さんにそういう方に言いたいんですよ。ね。お金のことで悩んでるんだったら、ね、辞めた方がいい。うん、絶対に。それはなぜかというと、もう一度言います。ね、心や体の平穏っていうのは、お金なんかには全然変え難いものだから。本当に変え難い。うん。僕は本当それを学んだ。うん。心や体の平穏っていうのはね、金なんかよりも比べれない。金なんかよりも全然価値のあるものだって僕は気づけたんですね。うん。だから僕は結果としても30万円払った、本当バカ、いっぺん、もうバカ野郎ですよ。もうバカなのは認めます。大バカ野郎ですけども、結果としてね、あの気持ち、あ、もう行かなくていいんだって、あれを味わった瞬間にですね、これっぽっちも欲しくないと思いましたね。本当に。うん。だから皆さんもですね、まあ別に参考にしてくれとは言いませんけど、ぜひよかったらですね、この話をとどめといてほしいなと思います。はい。そんなわけでですね、この話にちょっと共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。